あ、お口。はい、どうも、僕です。で、今日はですね、胸腰椎移行部と仙腸関節のアプローチについてお伝えしたいと思います。で、まあ、今日はちょっと、手技で押すようなテクニックじゃないんですけど、一つこう、股関節が硬くなってると、どうしてもこう骨盤が立たなくなってきて、胸腰椎移行部に負担がかかってきます。なので、股関節のストレッチの方法ですね。まず、こういうベッドにまたがってもらって、このまま、前に倒れてで、この時にちょっとこう丸まってます。あ、そう。こういうふうに丸まると、股関節が、こっち何？外旋？外旋になってくるんで、なので、しっかりとこう骨盤を立てていて、あ、そう、こういうような、ちょっとここを反るような感じですね。そう。腰悪かったですね。そう。腰悪いですよ。まあ、こういう。で、可能であれば、ちょっとこう、押してあげるって感じですね。こういう感じ。これ痛いですか？そう、ベタッとなって、できれば、胸椎が伸展するようなイメージですね。こういうようなイメージ。どこら辺が伸びてる感じですか？ここら辺？ここは詰まってる感じ。詰まってる感じ。では、まだ詰まってる方は、股関節のちょっとマリリスとか、大天使の周りをほぐしてあげるといいんですけど、一回ちょっと戻ってみよう。苦しいですか？大丈夫です。まあ、ちょっとこの間ですね、硬いところをほぐして痛いで、これで倒れると。はい、倒れます。ここまでいけます。まあ、ちょっと硬い人はちょっとこの隙間のところを押しながら倒していったり、 できるだけこう骨盤から胸椎に向かって、そう胸椎が伸展してあげる。まあ、柔らかい人ですとちょっとこう押してってあげてもいいんですけど、ちょっとずっと押してるとこの呼吸できなくなってくるので、これもちょっとこうリズムをつけてあげてやってあげる感じです。はい、ありがとうございます。でこれ結構家とかだと難しいんですけど、ちょっとここの上で女の子座りできます。こういう、あ、女の子座りか。なんですか？これダメなんですよ。これダメなんですよ。ちょっと私やっていいですか？で、こういうようなイメージでこうやって前にこう倒れて、こういうような、ちょっとここやっぱ伸びてくるんで、股関節硬い人も、で柔らかくなってくるとだんだんこう胸椎が伸展できるようになってきます。ちょっと硬かったらちょっと一回座っていただいて。座ってちょっと足、お尻普通について、普通に座って、でこういうするで、これでこうなって、これを内旋させていく、こっちで押していく、そういうこのようなストレッチですね。こうやっていただくと股関節硬い方には特に有効ですので、こちらもお試しください。